はい、皆さんこんにちは、ドライブです。今回もあつ森実況やっていきたいと思います。で、今回何をやっていくかっていうと、つい先日アップデートが入ってイースターイベントやってきました。で、イースターイベントっていうのはまずちょっとキョン、どこやったっけな、キョン吉やったっけ、あいつを探さないと。まあ今自分の手元にはね、この卵ってやつがあるんですけど、葉っぱの卵とか魚の卵、こういうのを集めてなんか家具を作る、まあ、この時期にしか取れない卵なんで、こういうのたくさん集めて家具を作って、なんか全部の DIY レシピを見つけ出して作ると、なんかご褒美、あ、こいつご褒美もらえるらしいんですよ。キョン太郎やった。イースター4月12日だよ。待ち遠しいよね。ワクワクしちゃうね。イースターの日になったらまたこの島に来るからよろしく。僕のことはそれまで秘密だからね。で、これですね。木とか岩とか水の中、地面も空も見逃さないようにねって。あ、何？おお、二ほどきも一度なく世界の平活の準備が整いました。皆さんが初日から様子を見に来てくださったこと、とても嬉しかったんですよ。そうそう。それで、今日呼び止めてしたのは、引っ越しのご挨拶の贈り物を持ってきたからなんです。この前もこれもらった。そのプロテインシェイカーは私の故郷の人間。アクリル。渡すキャラが違う。ちゃちゃもあるよ、プロテイン渡すのは。この島では人気が出るかわかりませんが、使っていただけると嬉しいです。よろしくね。で、イースターエッグなん、イースターエッグやったっけ、まあ、卵なんですけど、まあ、言った通り岩の中とか空とかにもあるらしいん で、多分地面はこの星型の地面かな。よいしょ、これはとりあえずプロテインシェイカーありましたね。これで全部で6種類あるらしくて、今一通り見つけてるのが葉っぱ、魚、地面なんで、葉っぱは木になってたんですよね。なんでオレンジがなってるみたいな感じで、多分この辺にあると思うんですけど、 ありましたね、こんな感じで。で、川の卵、海の卵で分かれるのかなと思ったら魚の卵やったんで、多分釣りはどこで行っても魚の卵が生まれると思うんですよね。葉っぱはこんな感じ見つけてて、地面、あと岩か、岩を叩いていきますか。この辺岩あったかな、あったこういう岩を叩けば出てくるはず。あれ出てこない、あ、出てきた。よしよし、こんな感じで多分素材として出てくるんですよね。でっかい魚が泳いでるけど、ブラックバスかな。まあ、せっかく4月にもなったので、ね、新しい4月の生き物もどんどん捕まえていきたいなと思ってるんですけど、あのバタとかまだ捕まえてないんですけど、とりあえず今はイースターの卵をメインでやっていこっかな。今、川、地面、岩、葉っぱ来て、あと空か、空は多分風船が飛んでるはず、飛んでくるはずなんですね、時間で。スコップがなかなか出てこない。あ、化石か。こういう岩とかも叩いてね。で、こういう周りに雑草があったら消えちゃうんで、ま、岩を叩く前にこういう雑草は必ず抜くようにしときましょう。で、ノックバックせえへんように。これ金鉱石とか出てきても嬉しいねんけどな。あ、全然出てこないな。卵、石。おー、出てきた銀鉱石。これめっちゃレアならしい素材ですね。でも今回卵が出へんかったな。金鉱石まだ俺使い道分かってないんですけど、なんか
持ってた方が良さそうなんで。風船待って。ああ、化石か。よいしょ、ありましたね。あ、これは金の石や。これはこれでラッキー。風船飛んできてくれへんと話が始まらへんかな。これを使えば早いな。化石ばっかりだ。化石ばっかやな、ほんま。んー、まあ多分1日で取れる限界の量も決まってるはずなんで、おそらく魚に関しては決まってないかなと思ってるんですけど。魚に関しては決まってないと思うんですけど。これも、以前動画でも言ったかな。このお金掘り出した後に1万ベル埋めたら1万ベルの木ができるんでね。これ絶対やっとくようにしておきましょう。最初は9万9000でやったら、あとは1万ベルでやらないと、何本入れても1万ベルになってしまうんで。あれっすね、絶対あれや。この風船の模様が見えるかな。この風船の色がね、いい下がってるんで。どこら辺飛んでる。はい、出ましたね。空飛ぶ卵。卵は空飛んでるわけじゃないんだよな。風船に乗って飛んでるわけだって。まあ、これで4種類 ?4 種類 ?5 種類 ?1、2、3、4、5。これで5種類。?6 種類あるって言ってて、海とか魚釣りで取れるやつは全部、魚の卵ってくくられてて、虫網を取ることは多分ない。地面は地面、岩を叩いた。あと一個。あ、もしかしたら、斧持ってってな。こういう木材屋さん、あ、どうした？ちょっと後で。こういうのが出てくる？あ、出てこへんか。もうあと素材が取れるとしたら、こういう木を叩いて、あ、出てきましたね。これだ、6種類目、ウッディの卵。とりあえず6種類全て手に入れることができました。多分これも1日1個、なんかランダムなのか分かんないですけど、動画外でこの辺にメッセージボタン落ちてたんですよ。空飛んでますね。で、それ拾ったら DIY レシピが取れたんで、それも1日1個か、ランダムかは分かんないですけど、あるんで、そういうのも取っていかない。取っていったら DIY レシピが手に入るという感じになってますね。で、引き続きちょっと集めていきたいと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。いや、とりあえずまあ卵の場所すべて分かったんで、
ちょっとおさらいすると、葉っぱの卵は気になってると。で、確か針葉樹にはなってないんですよね。針葉樹じゃなくて、これ何、なんていう木やったっけな。こういう、まあ果物がなってる系の木に生えてます。何やったっけな、ちょっと名前忘れてしまいました。で、魚の卵は釣りで取れる。地面の卵は星型になってるとか穴掘れば取れて、岩の卵は岩を叩く。空の飛ぶ卵は風船打ち落とす。で、ウッディの卵は斧で木を叩く。この6種類ですね。で、DIY レシピの方はまたちょっと探しておくんで、分かり次第動画化したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。他にも動画が上がっているので、そちらもぜひチェックしてください。Twitter もやっていますので、フォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンを押してくれるとめっちゃ励みになるんで、ぜひよろしくお願いします。他にもいろいろ動画を上げているので、そちらも見てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。